全クロ公式ウェブラジオチェンラジ。皆さんこんばんは、緑川光です。今井あさみです。内田彩です。高木理香です。チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ、今週もスタートしました。さて今週も広めのスタジオでアクリル板を設置した上でチェンラジをお届けしていきたいと思います。現在チェンクロはシンクロニクルとのコラボイベントが開催中です。みんなで黒の軍勢を倒しまくってますよ。多分おそらくね。そうですね。で主人公のレアムも、もうみんな100にしてるでしょ。できるかな、できるさ、できますかね、きっとできるさ。いつもより頑張らないと、ね、8枚、ね、というわけで本日のチェンラジですが、先週に引き続きシンクロニクルよりレアム役のバン・タイトさんが登場してくださっておりますよ。開催中にね来ていただけるのは嬉しいですよね。そうですね、まあ、前回はね、バン君にプレイしてもらったけど、また開催前ということでね、手元にキャラクターがない状態でしたけど、今回は開催中なので、ね、苦しい苦しい、誰か誰かを見せてきてくれ。開催中ということでね、本当になの。開催中だけど、でもバンさんにもね、実際に本当レアモンが活躍するところね、触っていただきたかったですね。まあでも開催中という手でお話ししていただきましょう。そうしましょう。あ、じゃあ頑張っていただきます。できる子だ、あの子はできる子だ。爽やかないい子だからきっとできるはず。できるもう呼んじゃおうか。はい、行きましょう。チェンラジスタート。この番組は株式会社セガの提供でお送りします。ジェンクロ公式ウェブラジオジェンラジ、改めまして緑川光です。今井あさみです。内田彩です。高木理香です。そしてゲストはこの方です。いやー、皆さん主人公のスキル見ました。すごいですよね。やっぱりあのね、何がすごいってね、あのエフェクトとあの翼がブワッて生えてくるところ、やっぱ超すごいと思いますよ。はい、まあ、それね、実装する前の PV から分かってましたけど ねえ、そうですよね。まさかこの中でまだ100レベルいかれてない方がいるわけがないっていう。まあでもね、はい、いや急がなくてもまだね、まあ、そうでございます。まだ時間長いんで。そうです。ただやっぱりなんだろう、 PV で見たのと比べて実際に使うと違うね、うん、いやそうですね、本当に爽快感もう全然違います。違う。はい、うん、そんなシンクロニクルレアム役のバン・タイトです。今週もよろしくお願いします。100点やった。そうなんです。まだ残念ながらね、お手元にはちょっとバンさんのお手元には届いてないんですが、 PV の方でね、そうでございます、よく見てくださってましたね。いや、これはこんなに消費カロリーの高い番組なんだなっていう、今軽い気持ちできてた。いや、改めます。ちょっとエンジンかけ直しますね。いや、とんでもないです、はい、ありがとうございます、はい、さてチェンクロニクルとシンクロニクルですが、現在のコラボイベントが絶賛開催中でございまして、レアムのところが今回ね8突してレベル100になって、うん、皆さんね準備をしているあたりかな、うんうん、で我々はね、まあ、100は取りたいですけれども、そうですね、もちろんバランさんも取りたいですよね。そうですね、さすがに。はい、頑張ります。確かに俺のレアも弱いんだってちょっと、ね、ちょ、それはいろんな意味で心が痛いかもしれないですね。でもあのすごい初期の頃にチェンクロプレイしてくださってたって お伺いしたね。おそらくあの今またね新しく始めていただけると思うんですけど、す、ね、今始めていただいた方でも、うん、本当にあのストーリーとかを初期の頃からのやつを見ながらも進められるし、うんうん、新しくユリポンが入ってくれた新しいショーからも始められたりとか、そうです、ね、選択ができるので、うん、今回のきっかけに始められる方もチェンクロ、いろんな楽しみ方ありますので、ちょっと長い作品だからドキドキしちゃうななんて方もね、いらっしゃるかもしれないんですけど、ご安心ください、うん、はい、あれですよね、あのチェンクロさんってあの運営さんが復旧がものすごく、うん、あの小さな情報でも復旧をしてくださるっていうのを結構見ているので、うんうん、それでね、あのかすかな情報をこう送って復旧していただくのもありかもしれないですね、うん、確かに、うん、そうなんですよ。なのでぜひあの今までねやったことあるって方もちょっと
ゼロから始めるのもいいですし、うん、前のデータを復活させるのもいいかなって思いますよね、うん、さあじゃあイベント開催中ということで皆さんの方がおそらく我々よりもこの世界に詳しいと思います、うん、ですが情報のおさらいなどしていきましょう、うん、それでは登場するキャラクターの紹介をしていきます、まずシンクロニクルコラボフェス第1弾で登場したのは自由の拳クロエ騎士の拳武器 CV は結城葵さんイラストは NPA さんとなっております、うん、さあじゃあ皆さんはもう見てると思いますが、うん、スキル動画見てみましょう、うん、どん何かシンクロだと頭身が高いキャラクターで表現されてるじゃないですか。そうですね、やっぱこの、うん、なんで二頭身になったキャラクターたちも可愛らしいですよね。確かにすごく新鮮かもしれないですね、うんうん、スキルは強そうですか、どうですか。いや使い勝手が良さそうな、ダウンついてるしね、うん、なるほど、うんうん、でマナーももらえるし、シンクロ内であの結構クロエの拳がブワーってなるのも表現されてましたよね。確かに回りながらモーションとかも見ていただけるといいかもしれないですね、うんうん、じゃ続いて慈愛と法要の騎士アガタ騎士の残武器 CV は氷笠陽子さんイラストは NPA さん、こちらのアガタも見ていきましょう、うん、楽しみましょう。もう戦う前にはつけてますからね。でもハートで、ハートで、かわいい。確かに、うんうんうん。シンクロでも実際このハートが出てくるんですかね。あ、でもどうだったかな、ここまでハートハートって感じだったかなっていうのはあるんですけ ど, ラブリーな感じ、うん、かわいい、かわいい、耳もかわいい、うん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 、あれだね、来年の干支にぴったり、確かにそうだ、うさぎだ、いいですね、うん、では欲しいぞ。では続いてご紹介します、シンクロニクルコラボフェス第2弾で登場したのは秩序の守り手セラ騎士のとつぶき CV は結城葵さんイラストは NPA さんです。こちらもスキル動画見てみましょう。全てを守るために、回復がねやっぱり入ってますね、はい、あ、そうか、そうですよね、なんか逆ですよね、うん、シンクロだとセラって自分の HP 削って、うん、そうなんですよ、味方回復しますよね、うん、でもなるほど、バフとかも結構かかってて強そうでしたね、今、うん、他の味方も回復してくれたらいいな、うんうんうん、はい、僕はセラ派なんですよね、ああ、うん、どっちかというと色味とかです、色合い、あ、セーラの声優さんがね、あ、声優さん、あ、結構一緒や、一緒ですよね、あれ、はい、アオリプロダクションです、はい、数で突っ込んじゃうでは続いてご紹介します。自由の踊り子フロリッサ騎士のとつぶき CV はさくらあやねさん、イラストは NPA さんです。こちらもスキル動画見てみましょう。ドキッとしたよね、
ました朝までって言ってずっとあれ踊り続けるもう終わってるよウェブ終わってるよおいってなんかちょっとそんな気配が少ししましたね。そうですね。敵いながらもずっとこと朝までな今までの踊り手の中でも一番そうですね踊ってましたね、はい、動きがなんかいやぼちぼちちょっとやめてもらってもうちょっと誰もいないんでもう過ぎ進みたいんですけど横を敵がシューッと通っていくみたいなねえこれって伝授できるってことですよねでもあできるうんうんって言ってますね。だから他の子もあんだけぐるぐる回れる子がいるってことじゃない騎士の子ならば。なるほど。そう伝授っていう、はいはい、あの仕組みがあって、はいはいはい、でなんて言ったら一番わかりやすいかな新しい、うんうん、ニューフェイスな子は古い子の技を奪えるんですよ、はい、そうなんですあの第3回借りれるんです新キャラで出たキャラクターそうなんですじゃあウェインとかも朝までやっちゃうそういうことになりますウェインって言いながらだって騎士でしたよ、ね、全部騎士でしょ、はい、そうなんですよなるほどなるほど割とお堅い人が多いからちょうどいいです、ね、朝まで踊らせたいな踊らせたい人はぜひちょっとね男の人は踊らせたいすごいその楽しみ方はすごいですねなかなか面白いですね、踊らせるためにゲットしないとダメです面白い、うんうんはい、今回は魔人襲来イベントということでこちらの4キャラクターが特攻キャラとなります、うん、そして今回は報酬キャラクターとしてこちらのキャラが手に入りますよババンおバンだけにってことですかおっとだなるほどちょっと違います、バンのバンバンバンってことですかそれは違ったごめんなさいねもうめんどくさい人で最高に面白いです探査騎士隊長レオム騎士の残武器 CV はババンババンタイタさんイネットは NPA さんですどうぞはいスキル動画じゃあ見ていきましょうどうぞ運命のその先へなんか天命を受けた後にシュンとね、うん、シンプルながらいいですね、うん、かっこいい、うん、動きも早いけどなんか軽やかというか、うんうんうん、そうさっき僕は最初冒頭でこれを言ってたんですよこのスキルのことを言ってたんです言ってたかもそう言ってたわそうなんです翼がね何笑ってるんですか、ね、何笑ってるんですかいやもうなんかバンさん面白いなって思ってめんどくさい人ですいませんっていや本当にでもなんかやっぱりこう世界観をねこのうまくチェンクロの中での技にこう昇華しているというか、うんうんうん、あの感じる必殺技でしたね、うんうん、こうスパンとこう切る感じがやっぱ残武器で切っていく感じが主人公感やっぱあるなって、うんうん、すごいありますね、うん、感じる動きにちょっとあっていうポイントがあったはいはいということでこちらのレアムは最大8回限界突破することができて最大レベル100まで強化することができますまた旅人所属を強化するパッシブアビリティを持っていてパッシブ効果は限界突破の旅に強化されていきます、うん、ここ大事すごいじゃんすごいそうなんですへそうなんですね、はい、そうなんですよ100までレベル100までしたらどんなに強くなっちゃうのか楽しみですね旅人じゃない別な所属はこういうポジションのキャラクターっていたんだけ なるほど旅人はね初なのでこれはいいですねなんかいろんなコラボをするキャラクターたちとかが基本的には旅人所属になるから、うんうんうん、なかなかやっぱその作品を超えてっていうのが今までなかったんだけどやっぱここはシンクロニクルならではいや嬉しいです結構じゃあコラボキャラ同士でパーティーを組みやすくなったりっていうのがそうです、ね、なるほどなるほど、うんうん、素晴らしいそして、うん、急にごめんね、うん、今回のコラボイベントではこちらのコラボ武器が登場していますよそれではこちらの動画をご覧くださいそう、これが噂のコラボ武器だ。ゴッホー
そうだ、すごいことできんだったらずっといて。あ、じゃあそうしましょうか。シンクロニクルはじゃあ別の方に。いつもいる人結構ねボルんだよね。ですよね、結構設置が荒いです。本当にあのシンクロの世界での武器はやっぱりね、ここ真心を込めて家事をさせていただいておりますので、うんうん、こちらのチェンクロの世界でも真心を込めて、はい、なるほど真心込めて 100% ですもんね。だってあ、そうなんだ。そうなんです。はい、はい、ありがたい。なのでシンクロの世界でも結構ボラれますけどね。はい、そうですね言わないで。プラス7以降結構ボラれる。それは内緒にしてるんだから言わない。指さって刺さります。向こうに居づらくなったからこっち来た。ドキドキ引っ越しだ。あいついつもボルんだよ な, なよ、失敗するんだよな。それこそなんかあのスタッフ、シンクロのスタッフがそのトバルカのこうみんなに対する扱いをですね、はい、さらけ出してしまったので世間に情報としてですよ、ね、下手したら今回の魔人候補だったんじゃない。みんなでボコボコにする。みんなの悪意がここに集結。違う、でもそしたらもう武器も作ってくれないですからね。そうですよ、そうなんです。チェンクロのみんなもトバルカのことをないがしろにしたら鬼人の豪華組み合わせ電金とかできなくなっちゃうからね。それは大変だ。勝手にロックかかってたらやだ。いやですね、うん、どういうおつもりでプレイをされてますかユーザーアンケートみたいなのが来るんです。出来上がらない。これ作るには普通のコラボ武器がもともとあって、うん、それを鬼人武器にできるってことなんですね。そうだと思いますね、うん、その鬼人のしびしびはいつも通りマジイベントでちょっとずつ手に入るから、そうそう、くっつけてねってことですか、うんうん、そうだと。その辺にも選択肢設けりゃよかったよね。え、だからそう、誰に武器錬金してもらえますか。どちらを選択しますか。なるほど。あ、それは面白いですね。いや、とばるか出張してきたんだよね。そこはなんとか私にやらせてください。本当に面白い。なるほど。はい、なのでぜひこちらのね、鬼人の豪華組み合わせていただいて、うん、メラメラモリモリでかっこいいです、ね、していただきたいと思います、はい、そして今回はコラボキャラをリーダーに設定してプレイするとコラボ専用 BGM も流れてきますよ。そして現在チェンクロ公式ツイッターにてコラボ開催記念キャンペーン第1弾第2弾が開催中です。それぞれコラボデザインのクオカードやマグカップが抽選で当たりますよ。開催期間は12月20日までです。詳しくはチェンクロ公式ツイッターをチェックしてください。コラボ特設サイトでも情報を紹介していますのでそちらも合わせてチェックしてください。シンクロニクルコラボイベントの開催期間は12月20日火曜日9時59分までです。チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ。さあこの後はチェンラジオリジナルラジオドラマをお届けします。今回はシンクロニクルとのコラボドラマをお届けします。で今回の配役ですが、私がリヒト、私今よさみがハーフ、私内田彩がファルフェ、私高木理香がエチゴです。そして、僕バンタイトがシンクロニクルよりレアムを演じさせていただきます。それでは行ってみましょう。チェンラジラジオドラマスタート。エチゴちゃんを連れて逃げて、ここは私が。黒の軍勢があんなにいっぱい、どうして。あなたたちを置いて逃げるなんてできるわけないでしょ。私はもう二度と離れないと誓ったの。三人とも下がっていろ。黒の軍勢は俺が全て叩き潰す。おお。ダメ、リヒト兄さん。大丈夫か。お前は。言えば聞いたわ、ヘルドラとかいう異世界から来た人たちがいるって。あなたがそうなのね。ああ、南方騎士団第17探査騎士隊隊長のレアムだ。よろしく頼む。なるほど、騎士隊の隊長か。納得の強さだな。
先ほどは助かった。礼を言う。レアム、アップルパイあげる。私のおやつ。え、アップルパイ、ありがとう。エチゴちゃんが自分のおやつを他の人に。どうしたエチゴ、腹を下したのか。まさか黒の因子を受けたのか。違う、リヒトを助けてくれたお礼だって。さっき本当にリヒトが死んじゃうかと思ったの。だから俺、美味しいよ、アルベのアップルパイ。ありがとう、いただくよ。だったら私からもお礼がしたいわ。レアムさん、時間はあるかしら。よかったら一緒に食事をしない？あ、そうしなよレアム。姉さんの料理ものすっごく美味しいんだよ。そうだな、俺もお前ともう少し話がしたい。どうだ、食事に誘われてくれないか。あ、それは嬉しいな。あ、そうだ、料理をするならこれを。あ、蜂蜜、美味しそう。さっき蜂の巣を見つけたんだ、よかったら使ってくれ。それから料理俺も手伝うよ。取ってきた蜂蜜、おいしい。それはよかった。あ、それにしてもすごい食べっぷりだな、エチゴは。すまない。こら、エチゴ、これはレアムへのお礼の食事なんだからな、ちょっとは遠慮しろ。そうだった。大丈夫よ、まだまだいっぱい太陽代わりあるからね。リアムさんもどんどん食べて。ありがとう、とても美味しいよ。フィーナたちからは義勇軍は芋ばかりを食べていると聞いていたが、やはりあの頃の義勇軍からは何年も経っているんだろう。え、どういうこと。隊長とフィーナもヘルドラに行ったことがあるの？もう何年も前に。でもそれがレアムさんにとってはつい最近のことで、こちらに来る直前までその頃の隊長と一緒にいたなんて。世界と一緒に時間も超えたということか。不思議なこともあるものだな。ああ、不思議だよ。俺が聞いていたユグド大陸はヘルドラと同じように黒の軍勢と戦っている最中の滅びを前にした世界だった。でもこの世界では義勇軍が一度は黒の軍勢を退けているんだよな。あなたのヘルドラはどんな世界なの？滅びを約束されたような世界かな。奈落と呼ばれる大穴から無限に黒の軍勢が湧き出し、人々は常に死と隣り合わせだ。数年前の君たちもそうだったのかい？そうだね。君たちの世界と比べてどうかはわからないけど、私たちも幼い頃に村を黒の軍勢に襲われたの。そして生き別れになって、互いの生死もわからず憎しみに囚われて闇の中にいるようだったな。何年も何年も。そうか、それが今はこうして一緒に笑っている。君たちは、義勇軍は未来を勝ち取ったんだな。レアムさん、俺も、俺たちも諦めないよ。どんなに過酷な運命が、過酷な選択が待っていても、必ず未来を勝ち取ってみせる。ユグド大陸のように。うん、ごちそうさまでした。なんか爽やかでしたね、やっぱり。爽やかでしたね。なんかあの、ここのところこのドラマパートが、はい、コメディ
の要素が強い感じがあったので、はいはい、なんか久々にシリアスな感じを体感しました。レアムのおかげで。確かに、はい、そうですね、レアム寄りになったね。そうですね、こっち側じゃなくてね。そうですね、よかったね、よかった。あ、ヘッドしたらあのふんどし履いてたかもしれないってことですよね。コメディ要素あったってことは、はい、なんだろう、トークを先に、先週のトークをスタッフさんが先に聞いてしまっていた場合はその可能性あります、ね、やばいですねそれは。よかった、うん、引っ張れてそうなるとあの三兄弟とエチゴちゃんじゃなくて別のキャラが出てきますね、うん、確かに。わーわーするキャラたちが基本。あ、そっか、でも、うん、旅人だからレアムが我々を強くしてくれるってことだ。そうだよ。あ、なるほど、素敵。レアム様様に、うん、なんかどうしよう、ユーリよりもすごく懐いたらどうしよう。こじゃあわかんないです、今度はレアムがあの出張でこっちに来てるかもしれない、向こうから逃げてきちゃうかもしれないですね。助かる。さて、そろそろゲストの方とはお別れの時間になってしまいました。なのでぜひバンさんの方からですね、はい、最後にコラボを遊んでくださってる皆さんにメッセージいただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、改めましてシンクロニクルの主人公レアムを演じておりますバンタイトです。この度はそのシンクロニクルとチェンクロニクルのコラボで、今回はチェンクロの方にお邪魔をさせていただくという形のコラボなんですけれども、本当にやっぱりこの歴史を感じる作品というか、あの僕がまだ10代の頃から続いている作品 の、 あの世界観にこうコラボという形でも参加をできるっていうことはすごくすごくすごく感慨深いですし、光栄なことだなと思っております。本当にね、チェンクロニクル皆様にめちゃめちゃずっと愛されている作品だと思いますし、これからもずっとずっと愛される作品だと思います。ぜひぜひですね、シンクロニクルの方もこのチェンクロニクルのような偉大な作品に、ね、なっていきたいなと、僕自身も思っておりますので、これからもぜひぜひチェインクロニクル、シンクロニクル、どちらもよろしくお願いします。本日ありがとうございました。というわけでゲストはシンクロニクルよりレアム役のバンタイトさんでした。また来てね。はい、ありがとうございました。チェンラジ、続いてはこちら、チェンクロ最新情報。このコーナーではチェンクロの最新情報をご紹介していきます。現在遊戯アフター公開記念新世界フェスが開催中です。今回登場したのは遊戯の世界、密林の案内人バリエナ、そして遊戯の世界、悪の女幹部レリアンです。開催期間は12月14日水曜日までです。続いて現在シンクロニクルコラボイベントが開催中です。コラボフェス第1弾ではクロエとアガタ、第2弾ではセラとフロリスタが登場していますよ。そしてシンクロとのコラボを記念したお得なロゴインボーナスを実施中。期間中毎日ガチャコインなどがもらえますのでお見逃しなく。コラボイベントフェスともに開催期間は12月20日までとなっています。さらにシンクロとのコラボストーリーに登場している未来に祈る聖女リリス、聖女の御剣テレサが入ったコラボ記念リリス&テレサパックが販売中です。期間は12月20日まで。続いては最新フェス情報です。12月14日水曜日より新世界フェスが開催されます。今回登場するのは遊戯の世界、密林を知る少女リーヤ、戦士の西武器、 CV は田村ゆかりさん、イラストは天野花さんです。ウンタラクルーズ的な本当だ、ね、ウンタラクルーズよりも近づけてますね、動物にこれ ライオンですか、手前のやつは。ライオンっぽいですかね。すごいな、みんななんか懐いてる感じが。スキルでみんな出てきてほしいです。ヘビもいるよ、ヘビも。ヘビは出てきてくれる。すげえすげえ、なんかこれ探すの面白い、割といるね。うん、サルもいるし、でっかい鳥は頭に止まってるし、すごい、ヒヨニとかもね。すいません、びっくりして今探しちゃいました。動物扱いヒヨニと、いや、いいですね、かわいい。そしてもう一キャラ、遊戯の世界密林の女王ズイハ、
弓使いの弓吹き、 CV は花澤香菜さん、イラストはひとわさんです。ちょっとね、さっきと同じようなところはあるけど、テイストがだいぶ違いますね。動物たちいるけど完全に従えている、女王様的なですね。さっきのはなんかみんな仲良くしようみたいな、こっちはなんかみんな従えてる、そしてこの大股開きはいいんですか。すごいですね。すごい。ずいは様。これすごいな。ずいはさんすごい。久々のずいは様でございます。すごい。続いて遊戯の世界のリーヤの登場を記念して、罪の大陸リーヤパックが販売されます。販売期間は12月14日水曜日から12月27日火曜日までです。以上、チェンクロ最新情報でした。ウェブラジオチェンラジ、お届けしてきたチェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ、そろそろお別れの時間になってしまいました。前回初めてお会いしたじゃないですか、ダンさんに、はいはい、で前回と今回を通じて我々3人が誤解されてるのではないかと。ちょっとあさみさん何言ってるんですか。私は誤解されるようなこと何もないんですか。めちゃめちゃ笑ってましたよ、バンさん。休憩時間のあやちゃんに対して。何かしてました。あやちゃんしました。私みんなでこう休憩してる間に後ろを歩きながら携帯を持って、はぁ、12の1がクリアできないできないってずっとダダをこねてやってました、ね、確かになぜかできなくなっちゃったんですよ、ね、前回は1をクリアできたはずなのに全然できないんです。横でね、バンさん見ながらって笑ってらっしゃってで、ゆりぽんゆりぽんってえ、なんかしました。ティッシュを取ろうとしてアクリル板に手をゴンって突っ込む。ちょっとやばかったね。しかもその突っ込まれた先にバンさんがいるって。バンさんから見ると急に目の前の女の子がアクリル板越しにバッて手を出してきたみたいな。恐ろしいですね。怖いね。2人がなんかちょっとね浮かれた感じで見えちゃいますよねって言ったら、あいまいさんもあのね若い男を騙されてるんですよね。これはまずい。誤解を解かなきゃ。記憶がと思ったけどもう変えられてしまいました。上書きできずでした。ですね、まあでもこれからねシンクロとチェンクロまたいろんな、ね、こう関係性がありそうですから、はい、確かに我々の誤解を解くチャンスありますよ。そうですね。今度もティッシュはもうスッて取りますから。次はそれまでにクリアしておく。確かに。はい、皆さんもね存分にシンクロの世界楽しんでいただいて、チェンクロしかやってないよって方がもしいらっしゃったら、シンクロもちょっと遊んでみて始めていただきたいですし、逆もしかりでございます。両方楽しんでくださいね。はい、この番組は毎週月曜日の19時頃に配信されます。番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。温泉の番組ページのメールフォームから送ってください。そしてここでリスナーの皆さんに精霊石1個のプレゼントのお知らせです。 URL は https://pirikakuro.page.link/destiny です。こちらにアクセスしてください。受け取り期間は12月19日月曜日18時59分までです。ということでここまでのお相手は緑川光と今井あさみと内田彩と高木ゆりかでした。バイバイ。この番組は株式会社セガの提供でお送りしました。